コーチングがする。コーチングなし。相談なし。そうそう。はい、どうもこんにちは。こんにちは。エイトボールのフェアマッチの2話目ですね。はい、で組み合わせは、俺と大野さんも、ゆみさん、ゆりちゃんということで、なぜか俺たちが相談ができない、ハンデをもらってるってことですね。ハイボールでしょ。ハイボール、ハイの方が。ああ、だから相談しちゃダメだって。いいんですよ。それぐらいはいいんですよ。あの、ペアマッチで相談できないってきつくない？めっちゃきつい。ペアマッチじゃないじゃん。試合だとね、ありますけどね。こんな遊んでるのに。それが面白いじゃん、フェアマッチ、なんで、ね、私たちはバッチリ相談、ガンガン相談するよね。あー、いた。どこに出したの？いつも通りどこにも出てないじゃないですか。どこにも出てない。まあでも、シネミさん入れるからさ。そうなんだよね。シネミさん、シュート力すごいよね。素晴らしい。まあ、7番がちょっと気になって、それに向いたんじゃないかな。で、今回の動画は、はい、ひろたま新年会のね、うんうん、まあ、最終話のつもりだったんだけど、はい、これ6番目ですね。6番目か、そんなに。だけど、このゲーム長いんですよ。3先だけど8だから、あ、めっちゃ長いんだ。そう、めっちゃ長いんで、はい、2本に分割しました。はい、だから今回はその前半戦になりますね。相談しないけど、まあ、独り言で言ってくスタイル。言うしかない。こっちのコーナー行けるんですよね。結局会話になってる。相談してる。あ、ナイス。いや、これがこれショートし、あ、そっか、いいのか。あ、まあでもちょっと振りすぎたんでしょ。コーナー行けるねって言ってたけど、ファンに対して振りすぎてるから。どうするの。いやー、右上行くんじゃない。右上、あ、行った。あ、行ったね。行った。大きく外しましたけど、ハイボールに対してはだいぶむずいから、まあ、相手に渋くなるようにしようとしてるんだけど、ユミさんはとにかくシュートがしたい人なんで、まあまあまあ、いいんですいいんです。虎の子の名前を使っちゃいましたね。はい、ここで。だけど10番のシュートがあるのか。あるね。で11番これコーナー行くでしょ。コーナー行って前に、あ、いや、下ついてる。下ついたね。先手目にいったのか。そうかもしれない。そうだね、そうかもしれない。ちょっと引っ張っちゃえば。で、これは5番行ってそんなとこには出ないんじゃないかな。あ、わ、出しに行ってるね。出しに行ってるけど、ね、12に出ればいいんだけど、11番左下行ってこれが入った。で、
しいしな。これな。5番入るしねえな。6位いくよね。6位って3に出すのかな。あ、3か4か。で、3も4もなく、3も4もなくしたねえからね。惜しい。ないかもしれない。ないかもしれないなって言ってるね。俺は入んないかもしれないよね。入んないかもしれないね。ドンクだからね。うん、ちょっとむずいな。おぉ、ナイス。人の気がクソだな。4番薄くてシュートないでしょ。あれじゃない？12に当てて。あ、そういうことか。何でも入れるって言われたからね。十二きついんか。うん、さんよくやってる。なるほど。手玉は8番で止める。そうです。それは手玉一回単に入れて8番で止める。あ、手玉は完璧ですね。なるほど。まあでもさすがだよ。最近入ってましたね。でも私これ8出すの。大体むずいよね。だから右入れて順で戻して、あ、うまいじゃん。こういうことだよね。いやでもちょっと足りてない。いやまあちょっと足りないけど、でも目いっぱいでしょ。いいじゃん。まあここはユミさんのシュート力にかけて、はい、外れてもこれあのサイドスクラッチさえかわせれば残して、そうだよね、うんうん、残り渋くなるからね。そう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 。これはちょっと厚みがずれましたね。あのね、はい、これ2月じゃん。2月か、うんうんうん。で、うんうん、あの俺たちまだイルマに行ってない時なんで、ね。ああ、そっか。それでなんか、そう、ボールハンデとかしないのかなと思ってた。あの全くブラックボールを知らない人たち。うんうん。なんですよ。今この4人もうガンガン色が行ってブラックボール、そう、ブラックボールの人たちです。そうなんだよね、うん、で、うん、この時はね全くそれを知らない状態で、そうだそうだ、まあだからあの俺以外はみんな JCL やってるから、ブラックなんて、エイトボールのね、うん、JCL の状態でやってるんですよ。はいはいはい、そうだそうだ。なので、うん、この時から半年今経っていて、ゆりちゃんに至っては、はい、何ですか？この半年間、うん、そっか、イルマに通い詰めて、はい、いろいろ中国にも行って、はい、ブラックボール、まあチャイニーズエイトの知識をこの半年間でだいぶ得てるわけじゃないですか。うんうんうん、そうだね。その前の状態ですね。それでか。なんでフォームも全然今とは違うし、うん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 、考え方とかも全然違うんだよね。4に出したつもりなんだよな。6、8コンビでいいですか？コンビ出したつもりだった。コンビだけはダメです。これは一応7番ここ行きます。はい、はい、一番無難な線で。無難な、え、これどういうこと？7番左下か。あ、7番左下か。うまー、うわー、すげえなー。ああいうのさ、大野さん簡単にこう、いや、めっちゃ入れるやるよね。こう崩して、あれ、ゆるさん怒るから。1人8ボールでも攻め攻めでやってます。あ、そうだよね。これどうすんだろう。
どこ行くかわかんないな。長州島はあるけど、山はどこに行くか。でもあれだよね、ま、なんかね、4も6も厳しいからね。あ、これはこれでいいんじゃない？欲しいけど、まあ、でも欲して、あの塊たちが塊がある、あるけど、右下あれなんだろうな、14番か、はいはいはい、シュートがあるんじゃない？あ、そこ見てますね。それは大変ですね。12番はもう全く見てないでしょ。12はきつそうだ。きついよ。やっぱ14もそうですね。壊しに行くかな。あ、惜しい。壊れた壊れた。あ、でもあれだけどネキね、意識するとあれだけど、ね、ただ出玉の位置がいいんじゃないですか。さんにはセーフティーになったのか。そう、うまいね。お、うまい橋。大野さん困ってますね。あーのー、大野さん2で、こっちに行くか、相談じゃないよ。6番普通クッションでサイドに行くかコーナーに行ってコンビか、そっかそっか、 JCL だとコールいるから言ってたの。ブラックボールいらないですもんね。ブラックボールはそうだね、ノーコールでフロックありだからね。そうだ、うん、だからこの時はそれも全然知らない状態だよね。ね、攻めたら逆に4番がだってさ、5番を入れて、あ、そうか、64で大野さんが出してくれるもんな。大丈夫か。ってことで5番を入れつつ、マイクッションが入っちゃって、これじゃあ5番には出ないですね。4番、5番、4番か。だったら入る気がしないな。入る気がしない。あ、ここもあるのか。コーナー通ってるな。4個、逆入れるんだ。逆入れて、単調で、単でいったの。うまくない？単調だね。うまいね。めっちゃうまい。ロングだな。女性だったな。逆振ったな。逆振出せないな。これは出せないよね。出せないな。出せないな。頑張ったんだけどな。頑張ったんだけど。それは言う。球体抜くな。球体抜くな。抜くね。めちゃくちゃだな。行き過ぎでしょ。やりたい放題モード入りましたよ。さあ、これやりたい放題ですね。11から行くのか9から行くのか、まあ11から行くかな。11から行って14から行く。あ、14、14見てるね。14行くんだ。14から11か。あれですね。あそこは通ってる。通ってるのかな。あー、ちょっと順下で、2回目だからなんか出るよ。なんか出る。これは由美さんっぽいよね。なんでもいいやつって。あ、でもかわしたね。かわして、あ、なんとかいった。あ、いいんじゃない。あ、12行くのか。15、違うな、あれ何、9かな、10? どっちか。
あ、あれ9か、うんうんうん、9引きで12か、どうだ引き引きだったら押すのがいいんじゃない。あ、押しだよね。あ、で、これはネキ出しに行ったね。だけど、ちゃんとケアできてるね、江戸マンは。これ、ワンで行ってるの、あの、当たんないやつじゃない。あ、ちょっとふわっと見えてた。あ、いいところに出したね。で、あそこのトラブルがギリギリ通ってんのかな。ギリギリありそう。10番行きそうですね。あ、見てますね。いや、違うな。10番がないから15位、違うな、13か。13だね。あ、13ナイスですね。シュートがあまりにも難かったので、あ、でも 10番のとこ、あ、完璧じゃん。10番ちょっと熱いけど、ちょっと前に出して15ですね。はいはいはい、これもう決まりじゃないですか。ああ、いいじゃない。さあ、これ加減ですね。加減がむずいですね。ショートか、ショートしちゃったな。いや、でもいいんじゃないですか。ショートは1番が9取ってないから、1番どうするんだろう。右下出しに右下行くのかなと思ってさっき見てたけど、一番どうするのかなって言ってますね。うん、でもシグミアラあるかな。単勝で狭いところだし、ええってこと。こんな行って、あ、そういうこと。に、残っちゃった。あ、コーナー、そこそこ。それで、あっちは右下に取れるんだろう。うん、そう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 。あっちに出せたのかな。これがでも、4番のシュートはない。ないのか。から、そのままいたけど。使ってうまい。うまい。これはうまいね。うまい。セーフティできるんだぞ。あ、そうなんだ。まとまった後玉使ってセーフティーするのすごいよね。これカーブ、まあ、カーブかジャンプか、でカーブでなんとか出そうな感じ、そうで、こういうのも今ね、ブラックボールで、まあ、しかもまあまあ出てるよ。すげえ。得意のシュート力リリーチでね、大丈夫な時は大概入れませんね。だけど手玉がちゃんとケアできているので外しても大丈夫。もうちょっとあの前にね、一番残したかった加減だった。さあ、これどうするんでしょうか。ああ、はい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 、やっちゃってこれやっちゃってるんですね。これはね、どうしようとしたんだろうね。こっちの方が良かったんじゃないですか。そうですね、相談できないからね。これも飛んでいって入れないですね。入れないですね。これもまた8番を使ったセーフティーになっちゃったやつですね。これは超クッション使って当てないで、当てないですね。当てなかったらもう入れるだけですね。はい、じゃあこれで後半に続きます。